ということで、ホーチミン行きチェックイン終わりました。クーポン下のマクドナルドで使える500円もらいました。混んでますね。490円分買いました。メガマフィンとホットアップルパイゲットしました。ハノイが9時20分最初で、次がホーチミン、ベトジェットですね、両方で。僕が乗るやつが2時間遅れということで。これメガマフィンってこんなんですね。なんかめっちゃうまそう。じゃあ出国していきます。はい、制限エリア入ってきました。さて、それでホーチミンは9番が4番に変わったって書いてある。キックスカードもなるほど。それであそこで端末でなんかカード入れてから搭乗券アップロードするって。で4番の搭乗口がシャトルになって行くようですので、乗ります。シャトル降りてきたんですけど、その途中でこんななんかプラモデルとか置いてある店があります。だいぶ端っこまで来ると混んでますね。すごい目立つ赤い服の添乗員の人たちが僕たちと同じエリアに住んでいます。フライトレーダー上ではホーチミンからの機体が届きましたね。今ちょうど今、お客さんが降りてきましたね。搭乗時刻が決まりました。11時35っていうことですね。なんで、あと13分か。だから離陸は12時ぐらいになるんじゃないかな。はい、搭乗始まったんですけど、一番後ろです。搭乗します。チェジュエアとかジンエアとか韓国系も飛び始めましたね。失礼しました。11時5分。シートベルトを腰の付け位置でしっかりとお締めいただき、お座席乗せ、テーブルは元の位置にお戻しになり、16時ですね。パスポートコントロール。さて、それで荷物を受け取る荷物はないので、 SIM カードをゲットしたいと思います。まあね、飛行機が遅れたからだいぶ遅くなってますけどね。16時11分で、こっから出てきてすぐの SIM カード屋、30日150ギガかな、150キロドンで買いました。で、今からやりたいのはベトジェットエアのオフィス、ちょっと寄ってみたいです。帰りの飛行機に関して、ベトジェットのカウンターはあるけど、チケットオフィスみたいなのぐるっと一周したけど見つけられませんでした。諦めて109か152っていうバスで市内に向かいます。
5000丼なんで、30円ぐらいですね。あ、バスステーションって書いてある。つけました、152。5分後に出るって言ってくれました。バス乗ってる時間は19分で着くんですね。ハノイよりも空港が結構近くなりますね。出発しました。ほぼ時間通り、5分後。エアコンもついて快適。もしかして国内線ですね、ここは。やっぱ5でしたね。そろそろ17時ですね、もうすぐ。確かにハノイとは違うけど、どこがどう違うのかちょっとあんまりよくわからないですね。終わりました。歩いて向こうに渡りたいよね。なんか全然暑くない、むしろ涼しいな、日本より。なんか、入って5分で解決しましたね。バウチャーのメールを送ってもらいました。すごい、よかった。このミックスド、これを頼みましたら野菜がたっぷりきましたね。この料理がバインコットってやつだはずです。春巻きが来ました。春巻きライスロールか。2つで30円、200円か。あ、お目当てが来ました。確かにミックスエビと何かと何か。これはこれにつけるそうです。これはこっち、エビからつける。いや、もう初めて食べるけど、140だったから800ですね。60のお釣りだったから800円。今度は6乗りました。なんか都会ですね。ね、チェックインしましたけど、2500円の宿で窓なしですね。シャワーがほんの10分前に予約したところなんで、やっぱりちょっとハノイとはだいぶ違うな。ハノイの倍でこれなんですね。ちょっともうちょっと真面目に宿を、明日の宿を考えます。